皆さん、bonjour! とキューバーです。気づいていない方も多いと思うんですけども、実は、エンカンさんの S アナピグクは、 過去最多の更新している状態にはなっています。年初来で見ると、こちらの青い線なんですけども、プラス36.3%にもなっていて、なかなかすごいかなと思います。で、一応、まあ、現地通貨で見ても、そこそこすごいことになっていて、プラス1ン2ということで、まあ、やっぱりこの円安の目標がかなり大きいかなと言えるんですけども、まあ、これで今後はどうなっていくのか見ておきたいと思います。 で、特に面白いのは今年の株価は本当に普通の平均に近い状態にはなっています。こちらなんですけども、まず赤い線は今年の S&P 学の株価の推移になっています。で、もう一個の方のグレーの線なんですけども、第二次世界大戦以降の平均の s, アンピョコの水になって言います。で、それを見ると、まあ意外とね、結構近いかなと言えるかと思います。同じようにずっと上がっていて、熱、ね、ちょうどこの7月の末からなんとなく難航していて、熱、ね、ちょうど一旦そこを映すのはこの10月27日にはだったんですけども、 今年はもうドンピチャに全く同じタイミングで一旦作った状況にはなっています。で、ただそれ以降はどうなってるのかというと、ーずっと株がもうバーって上がっていて、なんでそれを見ると、もしかして年末までにこれからも 株価の上昇も、まあ、期待できるじゃないかというメッセージもあるかと思うんですけども、まあ、ちょっとね、結構だいぶ株価も上がってきているんで、ちょっと落ち着くもいいかなと個人的には思います。なので、もう年初来で S&P は、えー、もう20%も上昇していますので、一旦そこで止まってもいいんじゃないかと個人的には思っていますの、ね、で、まあ、どなたなのか見ておきたいと思います。で、他のニュースとして、やっぱりもう、 今年と、あと一部去年も育ったんですけども、ずっと金利が上がっていて、その影響で、まあ、国債とか債券とかの価格は結構下落したんですけども、それもあって、ある程度、この金利の上昇を終わったと見えたところでは、結構皆さんも多めに、まあ、国債とかに結構投資した人多いかなと思いますよね。わざわざ、まあ、リスクを取って、その、 ギャラクシーソな株式に投資するよりはもう普通に安心できる。まあ国債とかの5%いただいた方がまあいいと思っていた方が多かったんで、その影響もあって、特に FRB や金利の上昇をスタートしてからずっと、このこちらはまあアメリカの国債のファンドへのフローの推移なんですけどもずっとプラスだったんですね。なんで多くの人は多めに アメリカの国際に投資していたチョコはわかるんですけども、面白いのはついに、これは毎日の、まあ、フローなんですけども、これですね。ナスなんですよ。なんで、 結構久々ですけども、マ、まあのらかというかね、もうほぼほぼ1年間ぐらいですかね。これ見ると、だいたい去年の、まあ、10月とかあたりぐらいに一旦少し売りがあったんですけども、それ以降はほぼほぼずっとプラス。で、こちらの、これは4週間の平均のフルになっているんですけども、結構上昇傾向があったの、一旦結構大きく下がっていて、ついにこちらはアメリカ国債は売られている状態になっていますので、それ見ると、 おそらく、もうこれで、もう FRB からの金の上昇もない状況にもなりますし、なんで、それ以上に、まあ、金が上がらないので、まあ、これピークだったら、少しでも、まあ、国債に安心して、投資してもいいんじゃないかっていうところで、まあ、売りましょうかっていうところなんで、もうそれ以降の金の上昇ない状態であれば、もう株価の動きをも,もう少なくなっていくんで、まあ、株式にお金を戻していく。 ずっと国債の方に避難していたお金は、一旦株式の方に戻していって、こちら売って、こちらを買うという状況にもなっているかなと言えるかと思います。なんでこれはもうあくまでも一週間だけの結果だけなんで、もう少し長い面で言うと、ずっと売られている状況になるかと思うんですけども、こういう形ですね。これはずっとら売られている状態になっていたのを、今後もこれは続くのか見ておきたいと思います。 ただ、個人的にはね、もう一旦この木のピークもなっているところではおそらくもう皆さんも特に年末になるともうずっと特にヘッジファンドですね。自分のリターンはもう基本とのベンチマークになるのはもちろん S&P グラフ。今年はもうほぼほぼ20%も上昇しているんで、それを上回っているヘッジファンドはほとんどないと思っています。なので年末にかけて特にじゃあこの1年間のパフォーマンスを お客さんに報告するときに、どんなポートフォーリオを流していたら、いや、我々、ま、全部、えっ、ー、と、国際ですね。えっ、ー、と、アップルとか、NVIDIA とか持ってません。と言ったら、もうお客さんも絶対離れますんで、ちょっとネームスにかけて、一旦、絶対にこのずっと言われていた、マギリセントセブン、まあ、この大きな7社を絶対に持たないといけない。というところもあって、この7社は結構この、 株式全体の大きな割合を示していますので、おそらくめちゃくちゃ壊れる可能性も十分あるかと思うので、この年末めの動きが結構楽しかなと思います。で、これはあくまでも S&P、えー、よく、まあ、この大型株の話だけであって、もう少しちっちゃい会社だと、画の中を見ておきたいと思うんですけども、 こちらはラセル2000、つまりアメリカの小型株の指数なんですけども、2000年以降のチャートを見ると、結構綺麗に今一旦この、ちょうどコロナショック前のピークに一旦ずっと揉み合わせていた状態にはなっていました。で、特にこの小型株はもうラセル2000はほぼほぼ3年間でほぼほぼトントンになっています。もう何も起こってないですね。だから結構このバリュエーションも結構低いですし、 まあ株がもう全然動いていないんで、そろそろまあ置くんじゃないかと結構期待してる人も多いかなと思います。特にこんだけこの、まあレジスタンス、抵抗さに何回も揉み合いして揉み合いして、もうそれ以降に行かないということもあるんで、もしかしてそろそろこういった反発するんじゃないかと言えるかと思うんですけども、引き続き見ときたいと思います。特にこの本当のブルーマーケットであれば、この小型株、 まず先に上昇していってから大型株の方に上昇していくんでおそらくこの今後も特に年末までにこのラストリースグ線は回復できたら結構いいシグナルになるかなと個人的には思いますで結構これは面白いですけども今年はもちろんまあ定期的にコツコツと投資していくのもスタンスなんですけども今年の面白いのはこの 投資する日によって、リターンは全然違っていたことはわかるかと思います。これはもうこの今年の S800 のリターンなんですけれども、日別の年率を換算したリターンになっています。なんで、ずっと、例えば、月曜日だけに投資していた時と、ずっと曜日だけに投資していた時、で、週曜日だけ、で、木曜日だけ、で、金曜日だけ。もちろん、曜日に、えっ、ー、と、月曜日に買って売る。月曜日に買って売るというところであれば、 面白いのは、月曜日だったら、年率のリターンは70%にもなっていました。で、同じように金曜日は54%になっていたんで、ほとんど今年のリターンは月曜日と金曜日に発生したことにはなっています。で、一方の方でひどかったのは水曜日です。水曜日に投資していたら、年率換算でマイナス19%だったんで、絶対、なぜか、何年か知らないんですけども、この真ん中の 月曜日だけを絶対避けた方が良かったということはわかるかと思います。同じように火曜日は少し下落していて、で、金曜日、えっ、ー、と、木曜日はそこそこ良かったんですけども、もう圧倒的に強かったのはやっぱりなぜか知らないんですけども、まあ月曜日でしたね。70%もすごいなんですけども、やっぱり今年は結構大きな差があるのはなかなか面白いかなと思います。で、最後になるんですけども、もうほぼこの話はまあ終わってもいいかなと、個人とは思うんですけども、最後に、 次回の FMC、12月13日になるんですけども、じゃあ FRB は利上げするのかしないのか、利下げするのかしないのか、それとも金利はそのまましていくのかというところなんですけども、一旦今の FRB の政策金利は5.25%から5.5%になっているんですけども、今回の予想としてそのままになる確率は100%なんで、 利上げもないし、利下げもないというところなんで、一旦この今の金はもうまた同じように維持されることにはなっていますので、もう送そらくもう利上げはもう終わってると言ってもいいかなと、個人的には思います。で、じゃあ、利下げはいつ来るんだろうというところなんですけども、最後のチャートなんですけども、こちらは、この、まあ、アナリストかマーケットが予想している FRB の金の変動になっているんですけども、 一応この1月には少しもしかして上がるんじゃないかと思っている人もなかなかまだいますしで次の3月ももしかして上がるんじゃないかと思っている人もまだいるんですけどももうほぼほぼ全員が思っているのはもう4月からもう利下げになりますでもう少し6、7、9、11と12月の今後の予想なんですけども来年の12月までに どうなのかって言ったら、一旦0.75%目の利下げの予想にはなっていますんで、もうまず、もしかして利上げはあと一回あるかないかの状況プラス、もう来年から必ず利下げはスタートします。なんですけども、じゃあどのぐらいの幅なのか。 少しだけなのか、もう少し大きく利下げするのか、もう少しこの経済の状況次第になるかと思うんですけども、一旦もほぼほぼ近々に利上げも終わりますし、利下げもすぐ来ますんで、まあこの話も終わってもいいかなと、個人的には思います。なんで、おそらくもう FRB もとしても、このインフルの戦いはほぼほぼ終わってる状態で、まあ一旦一服できるじゃないか。この、まあ FR の話も一旦置いといて、じゃあここはもう完全に、 企業業自体ののがどうなっていくのか、この今の経済の影響はどこに悪化するのか次第で、まあ、今後の EPS とかいろいろ変わっていくんで今後の株価にも影響がありますので見ておきたいと思いますので今後もこの話していければと思います では、これで終わりしたいと思います。皆さんご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思っている方は、ぜひ、いいねボタンを押していただければ大変助かります。また、ぜひ、チャンネル登録もよろしくお願いします。あとは、ツイッターもやっていますので、ぜひ、フォローお願いします。リンクは画面に貼っていますので、ご確認になればと思います。 最後に皆さんから何か説明してほしいのがありましたら、ぜひ人の方にコメントしていただければと思います。コメントに画像が移動しますので、何でも言ってください。それでは皆さんご視聴ありがとうございました。また次回で。